さあ今週の時事ニュースですね、鬼滅の刃なんですけど、興行収入とうとう230億円とかまで行ったそうですね。さて一体どこまで行くのでしょうか。でその勢いがもちろん反映されてまして、今年もですね、紅白歌合戦、はい、そうなんです、リサちゃん2年連続で出場ということになりました、ね、これただグレンゲって今年もものすごいこう歌われてましたからね。でグレンゲになるのかホームランになるのか、ちょっとそこが注目かもしれません。であともう一つなんですけど、今年のこうアニソン勢、誰が出るのかなっていうふうにいろいろ期待されたと思うんですが、もちろんリサさんはその代表格で出られるんですけど、もう一方がなんと鈴木雅之さんになりました。やってましたねかぐや様、で、24年ぶりの紅白出場がなんと、鈴木雅之さんアニソンでということになりました、はい、そして、ね、僕アニソン界の、ね、大型新人とか言ってますけどね、それからハニーワークス、今回ですね、こう新しくアプリゲームが始まったりとか、まあ、10周年ってすごくいろんな企画をやってるんですけど、その中にですねリップリップという、まあ、バーチャルって言っちゃっていいと思います、アイドルがいます。でそのバーチャルアイドルのもう大人気になっているんで、島崎信長君と内山幸喜が声を担当している、こちらに、バーチャルジャニーズで、こちらもですねキャラクターデザインはカイドウ飛鳥君とこう、城谷かなた君、この2人に関してはなにわ男子のこう2人が声やっていらっしゃるわけです。藤原君と大橋君ね。でこの2人が映画に出るということが発表されました。私こうバーチャルアナウンサー一生懸としては同じ山子さんが、ね、デザインしてくれてますから、なんかここすごくこういう流れが大きくなってくるのは喜ばしいなというふうに思っております。でそして、映画ドラえもん、今回ですね新作はのび太のリトルスターウォーズ、はい、2021年3月5日公開ということになりました。で映画の主題歌が、今回はオフィシャルヒゲダンディズムだそうです、うん、なんかドラえもんの格好いいんだけど良すぎないからこそリアリティがある感じっていうのはすごくヒゲダンに合ってる感じがするなと思っております。そのほかジャンフェスとかねコードギアスとかね、大きな発表もだいたいオンラインになっている今日この頃だなというところです。そして、ここからはですねアニメ化ですね。はい、こちら今年のアニメ化は例えば漫画、彼女も彼女、こちらこうアホガール の原作者の先生が、書いてらっしゃるんですが、すごく切れ味のいい明るいラブコメなんですけど、これが、アニメ化されることになりました。来年2021年。でそして、B プロジェクト西川貴教さんと志倉千代丸さんがやってて、人気声優さんたちが担当してるんですが、アニメの第3期が始動したそうです。でそしてコンシューマーゲーム化も決定しましたね。でそしていわゆる、ナロー系の小説として書かれていた真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので辺境でスローライフすることにしました、辺境でなんかこう薬草屋さんをこう営んでいるみたいなそういう作品だそうです。でそれからですね、絶滅危惧種、ちょっと面白そうなタイトル、なんか絶滅危惧種っていうのはもう3000種類ぐらいいて、その啓発のためにアニメを作ったらどうというのがですね12月から、配信されるということになりました。面白いコンセプトだなと思います。でそして、今日はですね、最後の最後に、変な説明だけしたいと思います。今日最後に取り上げるピカパ、これはい、地味編というアニメが出るそうなんですが、これね知っといてもらう必要もあんまりないんだけどあえて言います。僧侶枠という言葉、はい、こちらですねコミックフェスタという、まあ、いわゆるこうちょっとこう課金をする、女性の人が読んでいらっしゃる色っぽい感じの、作品の多いサイトなわけですね。でそこがですね必ず一枠ずつ毎シーズン毎シーズンアニメ化されてるんですよ。で今回は非常にこう地味な女性が、着飾ったらものすごくこうバリバリになったと、うん、美しくなったと。でその状態で、ある男性がいわゆるラブホテルの前で誘ってしまったらどうなるみたいな、そういう作品なんですけど、このですねいつもこう色っぽさを感じさせる、そういう、作品たちをなぜか、僧侶枠と呼びます。でこれなんでかというと、このコミックフェスタ枠でかつて、僧侶と交わる色欲の夜にというすごい作品がありました、タイトルのインパクトで、思わずわってなったんですけど、これをですね僕は3ヶ月に1回続き見っていうね、その次のシーズンで一体どんなアニメが、放送されるのかというのを一気に、PV 見てみましょうっていう企画をやってるんですよ。でその企画の中で出てきた、言葉です、そうなんです。前シーズンの僧侶がすごすぎたんで、今シーズンは一体ああいう作品どれなのかなっていうのをコミックフェスタ枠じゃなくていつの間にか僧侶枠と呼ばれるようになったんですね。その誕生の瞬間に僕居合わせてたというか、
言ったの誰なんだろう、多分コメントだと思うんですけどね。でそのコメントをこう拾ったところ皆さんに大変響いたという、感じなんですが、であのこのコミックフェスタの会社の人に、これご迷惑じゃないんですかみたいな聞いたことあるんですけど、むしろありがたいですっていうふうに言っていただいたことがありまして、公認です。はい、今日は全く深刻さのない、コラム最後につけてみました。以上今週の二次通ニュースでした。